はい、ということでやってまいりました。よいしょ。これはね、本当に占い師の方は一番嫌がる企画だと思いますよ、はい、間違いない。よく受けてくれましたね。はい、もうこれ多分僕じゃないと多分受けないです一番リスクあるし、やっちゃダメですよ、占い師やっちゃダメです、やっちゃダメです。リスクありますよね、はい、これあもう言うわ、当たるわけないんだけその通り当たんねやったら、まあ、仕事止まらんよ。いや、まあまあ確かに確かに、まあ、どうなるかわからんよ、この後ね、はい、まあまあ確かに。どういう書き方するかですよ。いや、まあそうっすね、はい、だからまあ、僕ギャンブル全然わかんないんで。いや、いや、その、今日ボートレースですけど、やったことないんですか。全くないです、初めてです、この平和島の。え、芸人さんってギャンブルすごいんじゃないですか。僕はあんまりやらないタイプです。粗品とか、いやいや、粗品3年粗品、ね、さんはめっちゃ好きですけどやらないタイプです。あれ粗品だけ。いや、粗品3年僕はしかも今、粗品さん今結構あれやトレンドになってるから3ですよね、3でいってください。怖いんで、いろいろと YouTube 出たら文句言われますよYouTube 出てる芸人嫌いやって言ってましたすごいです、偏見が。舞台よりは立ってますから舞台には立ってるから、そのああそうか、見てない人もこれ笑かそうとしてるそれはありますよ。大悟さんで、大悟さんで、大悟さんで、いや、あれせこいよ、違い俺前方からとかあるけど、はい、俺らだって処刑さんおんねんか、ここに処刑さんいますけど一緒でしょ、見てない人も画面越しとね、まあまだ舞台で、まあ、全然、まあまあ、違うやん、それもちょっと違いますから、あそこらやっぱ芸人としてプライドは、あだからあれか、ちょっと昭和の営業の先輩とかが、はい、まあ、俺らズームとか LINE しますけど、あ営業とか、はい、いやいや、やっぱ対面で挨拶行かなかよって言ってるとこ、あ同じですね、さらに一緒っす。全然違います。全然違います。そうでしょ、そうでしょ、対面なんか今しないでしょ舞台でね、ちゃんとやってくる、やって僕は芸人ですから言ってきます、僕芸人ですから、だからこれやりますから。こんな先輩おったら昭和の面倒くさい人年賀状なんかで送る人おったわ。ないっていいでしょ、年賀状は。それと違うんですよ、やめてください、ややこしくするの話を。ということで、はい、ボートレース、まあ、僕はギャンブル全くやらないんで、はい、正直ルールあんまり分かってないんです、はい、でだからやったことありますから、はい、まあ普通に1等、2等、3着かける、はい、もしくはそのバラバラセットとかでしょうね、ボックスとか、はい、で どう引いていきましょうかね、その5、6人いますよね、走る方が。はいはいはい、はい、6、6ですね、6いますよね、はい、6いて、だからこの例えば1レース目走る人のその調子みたいな、これ音声みたいなの見ます、はい、バーってカード引いて、あーそのパターンや、そうバーって引いて、はい、まあ、2、3枚こうバーってやって、あ今日こんな感じか、はい、で2レース目走る方の音声をバーってこう順番にめくってって、はいはい、一番いい方が、はい、この人じゃないかみたいな予想してます。あーなるほどなるほど、はい、それはそうですね、調子いいわけですから、はい、調子いい、本来人気のオッズとは違ってその人が勝つ可能性あります、勝つ可能性ありますし、知識全くないから、はい、もうタロットのみでやっていくっていうのが一番いいのかな、はい、確かにその見方や、調子いいね、確かに、はい、確かに、それで買い方どうしても見方ですか。ああ、これだったんですよね。3連単じゃないですか。3連服とか単とかの方がでかいんでしょ。3連単の方が一番でかいです、ね、単ってのはな、この3つ、1、2、3そう、当てる当てるんでしょ、はい、これなかなか難易度高いよね、はい、1、2、3当てるっていうのは、はい、まあでもそれでいかないと夢じゃないよ、動画の、まあまあそうですね、確かに確かに、絵的に、絵的に、はい、それ当てたら粗品も許してくれるよ。粗品3年粗品、怖い、粗品、粗品言っても怖い、本当にどうしようどうしようかな。でも粗品さんもあれですよね、宮迫さんのこと宮迫って言ってましたよねあそこはあそこでまたややこしいですけど、まあ僕遠い方なんでね、これも宮迫のことは宮迫って言うんで、いや、あかんあかんやばい、もう二度と来てくれどういう立ち位置か分かりますけどまあでももうあの3連単も、まあその単勝というか1着、はい、もう見てみましょう、それもそうです、ああどっちがいいか、じゃあ一旦部屋行って、もう早速ですけど、はい、購入していきましょうか、はい、はい、今日ちょっと提供とかじゃないんでね、概要欄にもね、撮影記録場所どこだけ載せてます、これ平和島の、はい、どこでしたっけ、ボートレース平和島、ボートレース平和島、はい、はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、ということで、こちょっと来ましたけど、はい、ポークさんですか多分、もうそれもポークさんヘビースモークが5人くらいいますめちゃくちゃ渋谷のやついラボ関係ですよちゃんとタバコの消臭でいやーうまいちゃんとラブ、はい、で買い方わかんない、それちょっと何て言うのその表、はい、もらうのねですね、はい、そうですね、ここだからビップルームみたいなことなんですか。そうですね、あとまあ特別にみたいな、ああーあります、すいません、じゃあこれを見て、買えばいいってことですね。はい、さあさあさあこれですけども、いやもう全然わかんない、わかんないです、今何レースかがわかんないんですよね、これだけ見ても、はい、今何レースなの、そもそも
いや、これ誰か一人おらんの？ああ、時間書いてる。はいはい、書いてました。はいはい、こっちじゃないですか。こっちじゃないですか。はいはい。これはこれはいや、もうここがガイドで見る気にならないです。ここシンプルに。活字だと。いや、あれ、あ、これあれじゃないですか。情報ですよ、情報。情報。はい、はい。こい、この人こうだよ、みたいな。今こいつって。はい？いやいや、今こいつって言ってました。こいつって言ったっすね。はい、いや、こい、こう。この人が。やめてください。やめてください。今何時？今1時10分ですね。1時10分ということは、はい、次早速この6番以降がもう全部いけますから、はい、ここに名前とか書いてて、はいはいはい、過去1年の1着が何回とかってことですね。はいはい、まあまあこの順番ですよ多分に。あ、そうでもないか。オッズ最高わからん。もう最高わからん。なんで言ったら誰かその詳しいし、おばなかったっすよ。あ、断られたもん。でもここに見てください、これ。見てください。ダブルさん、これ、はい、この桑島さん、はい、はい、桑島さんのこの情報がバーッと載ってます、これ多分。なるほど、なるほど。なんか次が、6レース目ですね。うん、だって言ったやつ。はい、6レース目。言ったやつ。6。それ遅れてんねん、お前。いや、調べてたんですよ。いや、もう優勝1回してるとか書いてます、ほら。優勝1とか。はい、で、この、はい、哲也さん。はい、山市哲也さんが優勝2回、多分ここが多分強いんですよ。そういうことです。でも今のオッズみたいなことも見たいですよね。このテレビで見られへんの。見れしか。いや、オッズはね、あ、ここで僕調べてます。はい、じゃあとりあえずもうかけよう。はい、じゃあまず6レース目、はい、6、7、8とこうかけていきますから、はい、6レース目のこの方たちの中で、はい、一番調子がいいの1、2、3位で決めましょう。わかりました。はい、あ、これおもろいよ。やっちゃいますよ、もうこれおもろいよ、マジで。でもボートレースってなんか一走目がなんか一番有利みたいな基本ね、はい、内にいるから内にいる。ああ、はあ、はあ、内側にいる人間も強いよね。強い、まあ、逃げ切れるみたいなっていうふうに。そういうことですね。だから桑島さんが基本的にはもうオッズが一番低いん、おそらく。はい、まあまあ勝つだろうってことですね。そういうことですよね。はい、はい、でも、もう正直関係ないです。オッズがどうのとかってこの時やった方がいいね、はい、内側がどうのとか、はい、関係ないです。はい、関係ないですね。全部占いで当たります。いやー、これもね、じゃあ6レース目、はいはいはい、あ、6レース目間に合うんかな。23分締め切りですね。はいはいはい、じゃああと、まあでも、はい、まず一旦6レース目だけパッと決めてパッと買いに行きましょう。わかりました。はい、じゃあということで、まずじゃあ、はい、6人いますね。はいはい、はい、選手たちが桑島さん、藤井さん、はい、浜崎さん、山市さん、はい、武井さん、堀内さん。はい、わかりました。はい、すごい、これでこれで中卒なんて感じで便利、便利な言葉。じゃあ、川島さんいきます。はい、川島さんからめぐります。はいはいはい、じゃあ次、藤井さんめぐります。はい、はい、あ、2枚ずつね。はい、はい、浜崎さん、はい、めぐります。はいはいはい、山井さん、はいはいはい、武井さん、うわ、はい、それほんまに楽しみ。はい、とんでもないじゃん、だったらマジでやばいっす。はいはい、うーわ、なるほど。これどっちの位置で見ればいいんでしょうか。これはこれは僕の位置で全部見てますから。なるほど、こちら側の位置で。うわー、これでもレースって、はい、なんかこう前編後編ありますよね、多分。こういわゆるあるんですかね、うん、はい、ですね。ほんまに分からんくないからね。ここ前編前編、はい、ここ後編で見てます。なるほど、なるほど。で、ここのなんかバランスを見て、はい、この人がいいんじゃないかみたいな。ほう、はい、1位、2位、3位まで。で、それで3連単でカウント。めちゃくちゃ、ダントツ。マジで、ダントツがいる。ダントツいないっす。混戦、混戦。これめっちゃ混戦、いわゆるワンバケみたいなのが出る可能性もあるんじゃない。あ、確かに確かに。はい、この人ってなんないっす。じゃあ、じゃあ1個いいですか。はい、はい、うわ、これむずいな。うわー、これでも靴下見ちゃダサいっすね。はい、靴下、俺通常見たらこんな白いソックス履いてる人、こんな小学生までじゃん、こんな白いソックス履いてる。巨人のいいやつ、巨人のいいやつの、巨人のいじりにくいな。横に出せ、自分の言いにくくなってる。ラグさん、ちょっと黙ってください。怖いですね。たまたま上引いたらこれでしたよ。靴下いじった時に引いたらこれでしたわ。だから馬鹿にするのやめますよ。馬鹿にしたらやめます。すごい敵作るもん。敵作るって感じで。で、まず、はい、これマジでごめんなさい、さっきのあれですけど、まず一番僕いいバランスいいなと思ったのは、はい、桑島さん。桑島さんが一番いいバランスで、次にいいのが、あー、ここ、ここ。はい、ここ、5なんで、武井さん。武井さん、はい、じゃあ、はい、1、5っすね。1、5、はい、武井さんもいいな。1、5、もう一人ですね。もう一人、うわー、ここ迷うな。このそのぐらい混戦ない。この、浜
3度目ではい、すいません、浜崎さん。浜崎さん、スタートダッシュめっちゃいいんですけど、はい、後半こけます。はい、後半になんか大クラッシュするか、なんか相当落ちるか。そこを入れちゃっていいのかどうか問題ですよね。入れない方がいいんじゃないですか、その感じだと。そうですね、これもう絶望のカードが待ってるんで。じゃあ、ここ行こうかな。4番なんで、山市さん。山市さんもいい。山市さんバランスがいい。じゃあそれで買ってきて。ここで行きましょう。154ですね。154で、154。あ、でもすごいっすよ。154がいいから。さあ。一旦まず、はい、もう走らな、走らな。間に合うんだ。俺らはもうここゆっくりしてるから。オッツすごいっすよ、でも。マジで、僕ちょっと聞かないです。オッツだけ聞きましょう。オッツだけ聞きましょう。もう買うの確定してるんですか。確かに。多分、はい、19.8 なんで、多分人気 3番人気ぐらいっす。いや、これでもなんか、申し訳ない、なんかやらせっぽい。これが20万円ぐらいになっちゃうんだよね、買ったら。そうですね。1万円分買ってきて、はい、まず、はい、じゃあ1万円分、はい、でもこれちょっとすごくないですか。だってマジで今オッズ見たじゃないですか。今オッズ聞いたら、うん、人気3番目のオッズなんですよ、うん、だからマジすごいなと思って。タロットシーンが、いや、すごい。でもね、やっぱこっちでこう見るんですよね。絶妙、絶妙、絶妙、ね、はい、ここ桑島さんがバランスに、ここが、まあ、一番強いな、カード的に。ここ、はい、で、この辺はちょっとないかな。こことかない。ないんや。ないんじゃ、6ないんや。6なさそう。6ないし、はい、ここもまあまあ2、藤井さん、藤井さんもいいんすけど、まあちょっとおもろ、子供みたいな、おもろ。で、この辺で、そうっすね。そう、めっちゃ不快な音やね。なんか地震警報みたいな。そうっすね、災害とかみたいな音やね。何時から走るんだ。どれって1分前、締め切りが1分前。これほんま勝たなあかんで、ね、これ勝っておーって言わさないと。確かに。これでも、ね、120通りあるみたいです、全部で。1レース120通り、はい、あるみたいです。120通りの1個しか勝ってないみたいな。なるほど。じゃあだいぶ振りかぶったっていうこと。だいぶ振りかぶってます。でも多分オッズの人気が多分3番人気ぐらいを選んだって感じです、占いで出たみたいな。ちょっと今時間なかったからあれやけど、一旦これ見届けて、次は、はい、次のレースの中で何個か買えばいいですもんね。そうですね。それで選び方ちょっと買って、はい、そうですよね、はい、これもし買ったら10万ぐらい、多分20万ぐらい、20万ぐらいいくんじゃないですか。でかいっすね。でかいっす。これ正直占いとかじゃなくて、はい、詳しい人もこういう買い方する人もいるよってことですよね。あ、ですね、はい。あ、だからまあ割とベタなやついった感じだ。確かに、まあベタな、はい、全然そこちゃうやんっていう万馬券みたいな、もし今度出たら、はい、それ当てたいよな。やばいっすよ。確かに。やばいっす。ボートレースが。案件ばっかりになりますよ。あんなにやれへんって言ってたのに。ギャンブル。もうそれはもう行くしかないですね。行くしかないけど、自分の十字架背負う。いやいや。しかないもん、これ。一番多分ボートレースが配当高いっすよね。そうなんや。確か。お前らギャンブルやんの？やらないっすけど、うん、なんか情報で。7、8、9ぐらいまでやれるんだ。あと3レース行けるんですね、だから。はい、そうですね。そう、3レースで。11万あるから、それをあと3レースでやりましょう。わかりました。はい、それやりましょう。うわー、増やしたい。あー、あ、はい、しかも乗り方はすごかったぞ。あ、これ、あ、これこれ多分発送前ですね。あ、だからこう、乗り方すご。準備みたいな。準備で、多分始まるみたいな。え、乗り方見ました、さっきの。全然見てないです。え、なんかもう急に普通のこのボードあるでしょ、はい、この普通の台の上から、こうやって用意しようと思って、こっからそのグワーンっていったんですよ。マジ、後ろ交尾みたいな感じ。後ろ交尾、どういうとこで後ろ交尾、そんなんじゃない。後ろ交尾準備して、こうコンっていきます。後ろ交尾みたいな、急に来ません。カメラないから急にドーンって来ません。いや、俺そんな分からない、そんなディスカバリーチャンネル見てないから、そんなディスカバリーチャンネル見ないですか。ディスカバリーチャンネル見ないですよ、それ。マジですか。カメラないから急にドーンって来ません。そんな、峠みたいな交尾するんですか。見ないですか。見ないですよ。これでこれで、今多分準備中みたいな感じですね。はい、あー、びっくりした。あと多分43秒じゃないですか。43秒後にやるってことですか。はい、あー、なるほど、右に書いてるわ。はい、あー、はい、あれあれいいでしょ、これいいでしょ、そんなの準備があるんだから。でもこれも決まってるわけですからね、藤井さん、ちょっと元々に決まってるわけですからね、もう1、2、3、どこに、はい、だから白、青、黄色を見とけですね。はい、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 白、青、黄色が白、黄色、青の順で書いてるね。白、黄色、青、はい、白、黄色、青の順で、はい、始まった、始まるんじゃないですか。4、3、7、2、こっからですね。1、こっから、5、こっから。おー、これおもろいぞ。何周すんのこれ。俺最初赤が一番スタートダッシュ行くって言いました。あ、言ってましたね、最後クラッシュするみたいな。はい、赤見てください。まあまあ、まあまあ、まあまあ、
それがないまあまあ白はい、あ、白白いってる早い白と黄色と青ですよね青です白黄色は起きてるやんうわすごいなえ白黄色は起きてるえぇ、青じゃないの3番目のやつは黒やねあれ黒っすねあれ黒か青だあーだいぶケツやうわこれ青がもう3番手まで来るのかいやまだありますよでも3番手やったらありえるっすよねあるの1位になるとかは厳しいかもわかんないまだあれあるじゃないですかその最後のね直進みたいな直進でぐーっと飛ばす可能性ですよ、うん、早いな黄色と、うん、白黄色って青っぽい青青青いや白強いな白強いなえでも白黄色まではちゃんと当たってる、はい、ちゃんと当たってる、はい、青でももうこれで終わりいやまだいやあと1周じゃないですかまだ大丈夫ですかあと1周じゃないですかねあそう全部何周するのかね多分3周やったと思うんですねそうなんや白黄色白黄色とこれはこれは多分ですね2番かな2番青来たぞ青来たよ青来た青来たこれまくったらほらめくっためくってすごいこれまくったらエグいぞエグいよこれほら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 あるよこれ全然これあ、あんじゃないあんじゃないあんじゃないいやどうなんやのまあ疲れそうにここまでやもんねあ難しいかでも惜しい惜しい惜しいでも惜しいわすごいおもろすごいでもおもろおもろいっすねおもろいっすねこれはいいなえでもまあ惜しかったらダメなんですけどこれ外れってことですかこれは当たりとかないでしょこれは外れってことですか外れですよでも1、2まで当たっちゃった1位当たってるんですねでだから1位、2位でなんか2連単みたいなの買ってたらこれちなみに当たりやった確かに黒の藤井さんはどんな感じだったの藤井さんもマジで惜しいあ、これえ後のお待ちできる藤井さんもマジで惜しい俺藤井さんか、はい、あの山市さんでしたもん、はい、えマジで俺マジですで一番ないなと思ったのはここ6なるほどつぼうちさんはいはい緑が一番ない、これちなみに藤井さんが3着やったけどその場合のオッズどうなってたの、はい、ちなみにだから迷ったの2個買ってたらエグかったよ確かに今ほんまに時間なかったからギリギリでいったけど152なんで 37.5 っすねやばいっすねだ37万になってたっすやばいよじゃあもう半分もらってたんだ37万ちょっと迷ってたんでどういうことだよ会社の仕方違うんですよ何も分かってんやルール知らんとかのレベルじゃないですよ全然数学とかできないから 今は確かに変なこと言いました自分もすごい分かりました何言ってで次だからもうやってみましょう、はい、次まだ時間ありますから締め切りまで20分ありますから、はい、だからお金を3つに分けていくんですよね、はい、お金を3つに分けていくから、まあ、3万、はい、3万3あ、ごめんなさい、ごめんなさい4万、4万、3万みたいな感じで、はい、次、4万円なんで4パターン買いましょうはい、買いましょうはい、4パターン買いましょう7のところではいどーじゃあちょっと同じようにいきますか同じようにちょっと4パターンって言ってもまあ、同じように出してこうその中でパターンそう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 1回出してそうですねいきましょうかはいこれ、俺やっぱその、声ギャンブルっていうのさ、はい、こう面白いね面白いですよね、やっぱりおーおもろいな、うん、競馬とかも全部一緒なんやろうけど、はい、何が一番興奮するんやろ、見ててでもやっぱ盛り上がるのはやっぱ競馬じゃないですか、最後盛り上がらないな、うん、でも、いいっすね、でもボートってなんか手軽というか、はい、めっちゃ、はい、超盛り上がりっすよ、盛り上がって何週とか出たんやろ、ちょっと分からへんでも3週っすね、なんか1800m とか書いてたんで、多分1周が600なんで、はい、第7のスタート、どうで第7のえ、これ第7のスタート出るのあスタート天時スタートまで34枚とか言ってましたけど違うっすよねだって53分とか言ってますもんね、はい、そんな間隔入れずにいかないですよねはいはいさすがに多分違うあれじゃないですかレースあ違う平和島やけどここは違うところのボートレース場とかなんだね、はい、そうっすねあなるほどあでも違うわここねえそうなんですかえここっすかあ本当だ寺田って書いてますよ寺田ここに書いてましたおお、だからここっすよ、7レース目ええあ、でも今のなんか終わった感じだスタート展示あー、スタートの最初の用意ドンの時の、はい、こんな感じのコンディションですよあー、なるほどなるほどなるほどなこれはいはいはいなるほどレース前のっていうちょっとこう練習これで参考にしてくださいじゃないけどだからこれで調子を見るんでしょうね、はい、はい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 
出店締め切り53分になってる。確かに。すごい。で、あの馬の競馬のあれでいう最初に馬を見るやつあるじゃない、あるんですよ。あれですよね。はいはい、実物の馬見れるんですよ。ああ、なるほど。でちょっと勝ったり、はい、決めますもんね。はい、見た感じ見て。オッケーです。オッケーです。わかりました。でも関係ないです。スタートの感じとか。です。え？会長。関係ないよと。会長。なんでもないんだ。で悪いですよ、ね。しゃあ。さあ、同じようにこっち目線で買いますか、ね、はい、向きはじゃあ7レース目の、はい、はい、ボン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 、マジでいい線当たってましたか、うん、絶対当てたいですね。いやマジ当てましょう。いやマジこれ的にはもうこれないやろっていうの出てほしいんですよね。はい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 。じゃあ、まずこの1番目の方、はい、安川内さん、すいません名前間違ったです、すいません。はい、レギュラーです、安川さん。はい、おい、はいはい、はい、次こちらです。寺田さん、寺田さん、はいはい、はい、次いきます。高山さん、女性の方です。女性なのかな。はいはい、はい、で、ささげ、ささげ違う、分かんない、そうさんみたいな、そう、タイ、はい、タイ、難しい感じの人、はい、梅原さん、はい、黄色、はい、最後が内山さん、緑、はい、はいはい、さあどうしましょう。これもなかなかこいつはないがないなぁ。じゃあ、じゃあパッと言います。一番いいのも決めてます。はい、はい、ああなるほど。一番いい人、はい、安川内さん。おー、やっぱ一番。いやそれなよ、うまいこと出るなぁ。ほんまにここお金のカードですもん全部。そうや、いや確かにここいい勝ちやな。これじゃあもうそこ軸で、もうここ軸でいいです。ここ軸で、ここは間違いなく4パターン買いました。そこ軸で4パターン、はい、はい、これ間違いなく入ります。ここはい、そこ軸ないの。うーん、高どうしましょうか。でももうここなさそう。6ない、6ない、6は僕ないと思っちゃいます。3ないなぁ。で、ここ迷うなぁ。まあ団子なんですね。割とそうですね。うわぁ、これ見た目良くないんですけど、これはどういうカードなんですか。これですか、はい、これ2択全部外すって感じです。なんかその、ジャッジとか、だからこの、3番目の方もそんなかもな。3番微妙、はい、で、ここなんすよね。ここちょっと迷いどころ。4-5いいっすね。で、金これ出てるし、4-5いい感じするんすよね。4-5、じゃあ4かな。じゃあ4、1-4-5、1-4-5と1-5-4もいきます。そういうことですか。2の2は、寺田さんは、はい、寺田さんは、いや寺田さん今日めっちゃ調子良そうなんですよ。いいんですね。これちょいいんですけど、後半ちょっと落ちそう、はい、後半抜かれそう。でもさ、分からん、これボートレースの特性を生かした時に、はい、前半がもしいいんであれば、はい、後半にまくられへんのゲームじゃないの、そういうゲームじゃないの、もしかして後半なかなか多分まくりにくいですよね。そういうゲームじゃない、はい、逃げ切り系だから、なんか、はい、なんでそういうので言うと前半がいいだけで見るっていう見方も、うん、全然パターン1としてはあっても確かにそうですね。で、感じは、じゃあ1-2-1-2ここどっちかだな、4か4だな、4の方がいいわ。 OK、 2個決まりました。はい、1-4-5と1-2-4、はい、で、まああと2パターンですね。あと2パターン、これをどうしましょう。1軸ではいくんですよ。1軸、あとはここないんですよね。ない、6はもうない。6はもう絶対ない、はい、6はないから、あとここの中で決めたいですね。ここ高山さんも、まあまあ高山さん今のところ三角で入ってないです、全く入ってないです。高山さんなしにしましょう。ここの中で決めましょう。なるほど、はい、全部もそのパターンですけど、でも1はもう軸で触っていいですか。これこれもいいです、決まってるんで、はい、で、あと2パターン、あと2パターン、ここでいくと頂上決戦していいですか。あ、ここからまでいけるんすよ。はい、いきますよ。先にそれやってくださいさっきのレース、さっきのレースはちょっともうあの、間に合わせリハーサルというか、はい、はい、うわぁ、寺田さんいいな。寺田さんいい、寺田さん、でもさっき寺田さんしましたもんね。はい、1-2、だから1-2、またもう1-2-1-2だけでいって、はい、3番目だけをどうするかって決めるパターンでもありですよね。あー、そうですね、そのパターンもありますね。はい、めっちゃいいの出てるってことですね、これ。これまあまあいいっすね。へー、ただもうこいつだっていうカードがね、まだパンって出てないですよ。で、1-2-4買っちゃってるしな、もう1-2-4、1-2-4買っちゃってるんで、1はもう絶対入ります。1-4-5で迷いましたけど、はい、1-5-4も買ってないですよ。1-5-4入れます。確かに1-5-4入れましょう。1-5-4、1-5-4で、ラスト1個、はい、1軸で、はい、まあ、2-5にするのか、2-4があるから、はい、はい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 、っていう感じですか、はい、1-2-5とかなんですかね、今の感じで言うと。一回ちょっと待ってください。はい、1もちょっと、はい、全部もうなし
全部一回あれにして、もう一回ここで引かせてください。はいはいはい。さらにちょっと細かく、これはちょっといけない。さらに細かくいけるんですか。はい、細かくいきます。さらに。さっきのレースだけそれやるよ。リハーサルだから。それはさっきの。はい。お願いします。不幸な目ありますよ。本当に。それせっこいね。怪我したら不幸になりますみたいな。怖いよ。あ、ちょっと待ってください。ちょっと、これじゃ、これじゃ、ちょっと。あれ、あれ、お、違うの出る？新しいパターン。新しいパターン。ガチやん、本気やん。ね。ちょっと念入れて。でもほんまにやらす抜きに、普通に今見てた通り、はい、組んでからちゃんと出して、ちゃんと位置に出ちゃってるから。そうっすよ。はい、で確率はもうそういうことやもんね、位置が。位置。一番嫌な位置。じゃあもうちょっと頂上決戦。はい。はい、いきます。はい。はい。おい、よし。はい。はい、ああ、ここで来て。はい。この人、これ何だっけ？ 5番、5番目、はい、5番目1位、5番目がいいんですか？5番目いい、一回ちょっとここで5番は145っていうのと154で入ってます、はい、で2がいいって話だ。じゃあ1、いやこの1を、はい、1の部分を 5にしてもらっていいですか？これなかなかの勝負っすよ、はい、5番を頭に普通持ってこないですからね、1の部分を5に持ってって、はい、で、次に1どうですか？1かな、1で、はい、これだったらエグいんじゃない？これ随分違う、普通エグいかもわかんないです。で、2かな、これを当たったらおっつエグいんじゃ。おっしゃ、これでいくか、はい、ちなみにこの後から出したタロットカードは、はい、別に種類が違うというか、まあ、種類というか、まあ、そうですね、ちょっとこうここだけの最終決戦運勢みたいな、で、カードまで見てかな、普通見れる今、512が188倍っす、だから180万っす、はい、はい、でそれ当然それがオッズ1万いいよね、512がこんな感じだから、こんな感じだったら多分1万、ちょっと待ってください、145、いやもうその辺はオッズそんな高くないんじゃない、145は57倍っすね。147倍、1番が誰ですか、1番人気というか、一番人気は一番強い一枠の、まあ一枠ですね、安川内さん、安川内さん強いですね、と次が多分4番ですね、あ、4番人気なんや、人気なんす、出てますもんね、あ、でも4いいっすよ、4と143が一番人気ですね、3はでも人気なんや、3人気っすね、三角やな、3はうーんってなっちゃうかな、3はなんかあんまり、で154が134倍ですね、154、134倍、いやこことこの2つすごいですよ、だいぶ攻めてますね、だいぶ攻めてるっすよ、だいぶ攻めてますね、やばい、当たるんだじゃん、で124が29倍ですね、ああ確率が一番高い、まあまあまあ、一番高いですね、はい、ちなみにさっきのレースあったじゃないですか、はい、あれで勝ったのってもうベタな感じというか、どんぐらいだったんですか、倍率、倍率ちょっと待ってください、確かに聞いた、ね、さっきなんてどうなんだ、154ですよね、バンクロスなったんだろう、白黄色黒、154、21倍なんで、まあ21万なんで、あ、まあ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 、だから黒が普通来ないっていうことだったんですか、6番人気ぐらいですね、6番人気ぐらいですよ、すごいね、そんな何十倍だなんねんな、なんかボトルです、なんかギャンブル何十倍みたいな、バカラとか2倍にしかならんねんろ、バカラは2倍っす、ボトルス読まない、まあ120通りあるうちのみたいな、白か黒かじゃないもんな、はい、でもどうなんですか、それ100何倍ぐらいのレースで数をかけて、はい、勝ったりとかもあるんですか、全然、それこそ全然さんなんかが何千万のとか、はい、あああんなんいるんじゃない、そうっす、でもあれ掛け金もやばいっすね、掛け金で、あ、確かに、もう多分一発のドーンが、あ、そうなん、それが多分あるんじゃないですか、そう、俺の過去には100万円ぐらいまでしかないです、ええー、まあそれはだから競馬かな、ああ、ね、すごいですね、いやすごいすごいですね、でこれで勝って来いや、はい、来いや、はい、これで勝ってきました、こちらです、はい、はい、はい、こちらになります、4万円ですよ ね、 すね、うん、これはだからすごいですよ、50倍、はい、これ何倍やったっけ、忘れたけど50倍、20倍ぐらい、20倍ですよ、150、はい、180倍ですかね、えぐいっすよ、これはえぐいっすよ、だったこんな、でもこのぐらい勝ったらいろいろパターン見れるから、さっきの面白い、まあ確かに、そうですね、はい、全くベタじゃないですよね、だからこれって、うん、もうただやっぱなんかここの平和島っていうボートレース場が一番荒れやすい、なんか一番なんていうんですかね、高配当が出るところみたいな、それ荒れやすいやろ、あんなに行かないんだけど、南さん関係ないでしょ、やめとけねえやろ、みんな落ちたくないと思う、ほんまギリギリ攻めたいって言われて、ぐわーって落ちるから、多分そんな落ちたくないでも、ボートレース確か誰かが転倒したらもうそれまでの順番なんですよ、もうそれで確定なんですよ、あ、そうなんですか、そうなんですよ、誰かが転倒した瞬間にもうそれまでの、あ、そう
なの順番で確定なんですよ。へえ。ちょっとそっち移りましょうか。ちょっとはい。お前らギャグ詳しいな、お前。いやいや、このやらないですけど、そういうのは知ってます。基本的にみたいな。はい。さあ。来た来た来た。座りますか。そうですね。アヒルちゃんもいます。え？アヒルちゃん潜りました今。え？マジですか？アヒルいました、はい。本物の？本物の。本物以外あります？偽物のアヒル。アヒルってこういうのなんだろう。さあ始まるよこれ。さあこれ今ちょっとね。色で言うと白色をご注目ください。はい。白とまあ白と四なんで青と白青黒黄色。黄色。でも緑は全くですね。緑と赤があんまりかなと思って、はい。はい。緑と赤はノーマークですね。ノーマークって感じですね。これ当たったらマジやばいっすよ。これやばいですよ。マジやばいっすよ。はい。当たりますからね。100倍 ?100 倍上がって、やばいっすよ。100万ですもんね。やばい。やばいっすよ。お祈りしてきましたけど、今日。100万やばいよ。やばいっすね。だって、日当ぐらいやもんな。はい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 。日当を1時間だから稼げるから、はい、それすごいよな。確かに。え、でも、入ってこない。入ってこない。日当100万。めくるさんの場合は、いくらぐらいなんですか ?100 万やったら。100万ですか。はい。いや、もしあの、10ヶ月分ぐらいですか、ね、ワンチャン。芸人さん、それ言いすぎるから、吉本のイメージ悪なるんだよ。それめっちゃ言うっすよね、芸人さん。まあまあ、便利なんでね、言ってますけど。まあ、始まるぞ。助走をつけて。うまい、勢いすごい、はい、勢いすごい、はい、はい、1、2、あ、これ立ってるままだ、1、2、おお、うわやっぱ内側、あ、中色、中色が足がすごい、ほんまや、赤あかんな、調子悪いんじゃない、大丈夫ですか、赤でも結構強いみたいな、あ、でも俺の内容は赤って言ってたから、食べたじゃないですか、はい、確かに調子悪いですよ、いやでも、逆にじゃないですか、あの人の戦術、なんでここは黄色が来たのはどうなの、白、今白1、白がいいですね、今白めっちゃいいって言ってました、白めっちゃいいって言って14って言って14、はい、14、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 1、2、4ある。1、2、4ある。あ、だから、2番と3番が入れ替わったら。確かに寺田ちゃんが20歳の。あそこが入れ替わったらあるぞ。入れ替わったらあるぞ。入れ替わったらあるぞ。寺田ちゃん。寺田ちゃん、1、2、4。どうだ、どれなんやろ。難しいか。いや、わかんない。ほら、青柳見てきてる。寺田ちゃんが。いける、いける。いける、最後ラスト。ここで。ここで負け。ここで負け。あ、いけ、あ、いけんじゃない。いけんじゃない。え、いけんじゃない。来たんじゃないですか、いけないか、めっちゃいそう、うわーこれめっちゃいそう、1、4、2、1、2、4はあったんですよ、惜しかった、惜しかったで、見てください、赤最後っすよ、ほんまや、これ赤あんまって言ってましたよね、はい、で、緑もあ、まあほら、まあ、黄色はちょっとあれだったけど、いやこの1、2、4のこの順番をちょっと変えたらしたな、ありましたよ、あったっす、ちゃんと入ってるんですよ、選んでるメンバー、はい、そうなんですよ、組み方なんよ、はい、組み方です、これだから知識ないから、知識ある人がこの占いでかけたらいけたかもしれないね、はい、確かにそうですね、組み方が下手なのかもしれない、シンプルに88倍ですね、今のでだからその占いでその調子自体は本当に、はい、ね、うん、いいみたいな、ここから選んでるから88倍なの、いやだから今ので1、2、1、4、2で勝ってたら88万ですもん、いや1、2、4あんもんな、だって終わりますよ、だって1、2、4と1、4、4は3つ買ってるもん、そういいとこ行ってんすよね、このここの1と4の、ここは完璧なんですよ、すげえ、すごい、うわーきたー、まあ、でも次行きましょう、早速、そうっすね、14時24分のやつ、はい、これ行こう、いや悔しい、ちょっと悔しいですけど、だいぶ盛り上がったな、でも確かに、なんかその全部なくなるわけじゃないというか、はい、興奮だけもらえるか、それはいいですよね、そうですね、なんかそれはいいですね、4万円の興奮、4万円はもらえたらな、まあ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 いいんじゃないですか、結構でもまあ上り調子というか、
徐々に近づいて、はい、近づいてる感じはするんですよ、はい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 、次買いましょう、次買いましょう、わかりました、悔しい、どうしますか、次じゃちょっと一回またこれが気になる毎回すごいプレッシャーになります、このこれがやめてください、二度とブラックなんです次もまだ4万円ですから4パターン、はい、だから出方によっては、はい、一定集中あるから、ね、全然全然確かに、確かにもう超いい顔だったらもうはい、もうこれもうですよね、もうですよね、知らさなくていいとかですよね、はい、ありますから全然、おもろマジおもろいな、あ、ごめんリアルな話投げたら負けん、それ多分ゼリー酒持っていかなかった、あー、オッケーです、はい、うん、あ、そうそう、うん、こう入れてるんで、うん、大丈夫です、うん、リアルな話、はい、いいですね、さすがに怒られる、じゃあ次いきますか、まあ、色順はだから順番でもう一緒なんですよ、はい、もう名前が違うだけですから、はいはいはい、一宮さん、一宮さん、一宮、長井さん、西岡さんと女性かな、て沢さんだ、ごめんなさい、僕も定沢さんでしたこれは、はい、宇野なんとかさん、わかんないです、はい、丹下さん、わかんないです、はい、丹下さんですか、丹下さんね、丹下さんなんて、そんなことあるかな丹下さん なわけないですよそんなバカなんですよね、丹下さんはさすがに漢字マジわかんないですめちゃくちゃ失礼じゃないですか、もういや、まあ、ずっとめちゃくちゃですいいですかいいですいいですね、生涯年収40億円とかの人いるんですよね、はい、そうなんですか、伝説のボートレーサーみたいな人、現役なんです、え、知ってます名前、いや、もう分かんないです、分かんないです、あ、全然覚える気もないです、うん、そこは言い過ぎてるのかなちょっと言い過ぎかもしれない、うん、出していきますか、竹豊さん的な、あ、そういうことです、はい、そういう方、多分そういう方です、はいはいはい、はい、でもしかしたら竹豊っていう名前だとみんな知ってるもんね、ディープインパクトみんな知ってるもんね、もうでもボートレーサーのなんかその分かんないですね、そのいや竹豊なんかこう、うん、一生懸命神話してますけどね、テレビ CM、そうですね、吉本さんも出て、あ、確かに確かに、そうですよね、直美さん出てる、確かに覚えなくなるボートレースは、もうやっぱりね、いや、なんかし、オンラインになってきてるんで、何でもかんでも、はいはいはい、で、そういう会場も潰れてる会場多いんですよ、あ、そうなんですね、そうなんですよ、だからその舞台とか行くとダメですよ、オンラインになってるんですよ、いやいや、舞台もやっぱ、そんなこと言うから、ほら、粗品さんにおもんないって言われるんですよ、YouTube おもんないとか、YouTube おもんないもん、なんで、でも言ってますもんね、YouTube おもんないって、その、面白いやつ見たことないです、まず、いやいや、でも、います、でも、普通いません、YouTuber で、面白いこと言うやついないです。見たことない、見たら僕が飲みに行きますもん一回もないでも普通に、でも普通の視聴者の方からしたらマジで YouTuber の方が面白いっていう意見の方が多いと思うんですけど、はい、まあ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 それ難しいですよ、その価値のあるものって教養がないとその価値に気づけないんで、はい、このレベルの楽しい面白さを中学生とか小学生じゃ分かんないじゃないですか、確かに確かに、ただ上下ないですけど、そこのレベル感の人間が世の中の 80% が占めるんで、それはやっぱり YouTuber の方がシェア取りますよね、なるほどです、ね、シェア取ってるけど面白いわけじゃないじゃないですか、はあはあ、これ難しいです、確かに、はい、早く配ってみよう、早く配ってやめようかなもう勝手にかけたな、そしたらやりましょう、ごめんなさい、ごめんなさい、そうですよね、ごめんなさい、ごめんなさい、そうですよね、すいません、お願いします、間違ってました、はい、じゃあ、石宮さんから、はい、第8レース、石宮さん、はい、レクチュアス、石宮さん、おー、一回ちょっと光ってたんです、はい、永井さん、はい、はい、おー、西岡さん、はい、定沢さん、はい、上、はい、でも上です、5番ですね、はい、次6番、はい、おー、じゃあ次行きます、何のって言ったんだ、はい、はい、はい、あ、この星のやつはこれ、はい、もう覚えたぞ、はい、いいやつ、あれ、はい、あらら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 、なに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 、6番だけ明らかに剣がなんか、はい、じゃあまず、はい、いいのか、いいのか、はい、カード的に見たら、カード的に見たら、はい、まあ、もう正直もここいいです、5番、5いいです、でもこれ普通は5選ばんからね、まあまあそうですね、普通は選ばんからね、はい、でも選ばないですよね、多分ね、普通は選ばないけど、もうカード出ちゃってるから、出ちゃってる、出ちゃってる、ここで、あと1もいいっすね、あと結構混戦だな、5-1までは決まってるぐらい、あと混戦、はい、絶対ないっていう消去法で言うと、消去法で言うと6になるんですか、まあ、6になっちゃいますね、6はないと、で、2位ですね、2位で、あと、ここもな、ここもいい、うわ、ここ絶妙だな、2と4ですか、はい、5-1-2と5-1-4みたいなことなんですか、そうですね、で、5現実的じゃないんで、はい、5を外したパターンを考えた場合に、はい、5がちょっとあれなんですよねっていう場合に、場合だったらだから1-4-1-2とかなるんですか、1-4-2とか、はい、これ現実的、はい、でも5なんですもんね、
5がね、ラバー出てるんですよ、これ。145いきますじゃん。一応5行っていいですか。145。これスッと決まりましたね。145。なかなかないですね。こんな5なんか使わないんでしょ、普通は。使わないですね。普通、その、あれできるんですか、その人気、人気、オッズ的に。オッズ的に。オッズ的にやばいですね。なんかあんまり良くないですね。5、5、5、5、1、2。512はやばいか。512は113倍ですね。あ、でも113、さっきのじゃあ相当やったの、さっきのやつ、うん、で、514。514は72倍ですね。72、はい。で、142。142は30倍ですね。はいはいはい、これ現実的やな、はい。145。145、21倍です。145ね、4位な。1はまあまあ、これ普通に考えてもあの感じで走ってますから、はい、こう走ってますから、はい、だからもう1、2位を超えるのほぼほぼ難しいんですよね。そうですね。だからもうほぼもうマジで曲がって1番だったらもう1番になっちゃうんですよね。はいはい、そうです、ね、その彼が、はい、でもコンピューター予想は、はい、なんか AI 予想みたいな、はい、4番ですね。4ぐらい。あ、でも4入って2つ入ってる。 4位、キングペンタの彼です。4位ですよ。4がえ、コンピューターより3連打で言うと、じゃあ4。いやもう4あり、4で変える。4もありかな。431、436がなんかコンピューター予想になってます。いや、でも正直僕、4一番目でもいいと思います。4一番目、ね、はい、あり。ここはもうマジでもう組み方ちょっと、ここちょっと占いですね。最終戦で1回もう1回いかせてください。ちょっと悩んでます、はい、正直ちょっと難かってます、はい、はい。じゃあまあ、気持ち、はい、どう思ってるかちょっと気持ち見ます。気持ち、あ、はい、どうも、本人が今気持ち、多分緊張とかしてるかもしれないから。なるほど、はい、レースの感じじゃなくて気持ち見ます、はい、そんな真顔で言うんだな。気持ちめっちゃ高ぶってる。やっぱ1とか気持ちめっちゃいいっすよ。あ、そうなんですね。1の気持ちめっちゃいい。で、さらに近くまで行って、はい。あ、1いいな、やっぱ。ちょっとこれも僕の独自の人に言い方しますよ。はい、あ、こうなってくると、はいはいはい、こうなった時の5はどうなんですか。5っすか、はい、5は変わらずいいです。ああ、いいっす。俺はもう5信じます。心中します、5と5115どっちでもいいんですかね。51で買っちゃってるんですよ、はい。これ15でもいいんですか。15でもいいです。5と1はもうちょっと正直気持ち的には1、はい、一番いいんで15でもいいです。15にしよう、はい、はい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 。15151どっちもどっちだ。15で15でいこう、はい。これリアルなところで言うと15で、はい、15でいきましょう。15をあと2と4ってなってますけど、うん、2と4もまあ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 、2、4もまあどっちもいいな。4いきましょうか。まあ今夜おいしい 4ですね、はい。キングペンともあるし、で2も入れといて、はい。で次がどうしましょう。51で組むのか、はい、気になったら4を組むのか、はい、14で組むのか、はい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 。4いきましょうか。4を1にしましょう。451、はい。ラストどうしましょうか。僕ね、ちょっと丹下さん、丹下さん、はい、丹下さんね、気持ち整ってるランキング結構いいんですよ。へー、戦略めっちゃ戦略的なんですよ、丹下さん。丹下さんあります。で、ただこのチャンスカードなんですよ、はい、めっちゃ強い、はい、運命のあっていう、はい、これもコロナ禍ではかなり強力なカードなんですよ、はい。多分レース自体は多分運び方はうまくできないんですけど、多分もう気持ちというか、もう自分の培ってきたその何かでグッていく可能性あるんですよ。6をだから3番目に持ってきます。なるほど、6を3番目と、その1番と2番どうしましょうか。ここですね、1、4、6とかかな。そしたら、あ、だから待ってください、5は入れたいの。5、6なんかで来たらえぐいよ。いや、えぐいっすよ。1、5、6とか。え、5って絶対ないんですか。いや、絶対ではないと思う。シンプルにですけど、はい、多分こう回ってるんで、はい、もう最初の席順で、最初の1順目でインが得ですもんね、はいはいはい。またこの辺がもう絶対有利になってくる、はい。でもまあそこをまあタロットでなんとかね。そうですね。なのでもう5は入れましょう。6を黒い6言い方して、まあ1も入れますか。1と5をどっちにするかですね、上を。2って僕入れてますっけ。2は、はい、1、5、2はあります、ね。ああ。3がないんですよ、うちは。はいはいはい。3は入れません。ごめんなさい。3は入れません。3だよ。ごめんなさい、3。西岡さん。3の方ごめんなさい。入れません、3を。どうするの、3番入ったら。3番入っても土下座です。本当に謝ります、石岡さんに。3は入れません、ごめんなさい。入れます、3は入れないです。2、いやマジ捨てがたい。2も4も、くー、1、うわー、でもまあ、2を、はい、2を2番目にお願いします。ほう、はい。で1でお願いします。
126。126。はい、はい、これ最終じゃあオッズだけ確認します。はい、何本ですか。154。47倍です。はい、152。113倍。いかついな。はい、451。65倍です。おお、全部いいや。126。鼻の上の2キロうざいとか。59倍です。そう、トナカイ見てるよ。かわいいっすけど。かわいいっすね。かわいいっすね。はい、トナカイだ。気持ち悪いっすよ。気持ち悪くないでしょ。トナカイが気持ち悪いっすよ。めっちゃ言うなぞ。買ってこい、買ってこい。チョッパーに失礼でしょ。これね、しゃあ、白と金色ですね。で、はい、3は絶対ないですよね。3はない。3はないです。すいません。わかるよ。見せてください。でもさっきもそうだった。3がなかったですよ。いい線、これほんまにいい線来てる。マジで惜しかったですから、はい、マジでいい線来てるのよ。あれだって3連服買ってたら当たってますからね、その順番が。そうや、3連服やったら当たってる。3連服やったら、そうなんですよ。僕ら単で言ってるから、単で言って、はい、3連服やったらその全部変わってもいいですよね、はい、はいはいはい。それで夢ないっすもんね。そうなんですよ。まあいつもなんか何倍でも使われる。変わる変わるからな。20何倍とか。え、それでも20何倍いくんや。多分いくっすよ。そっちに行くよ、最後。最後最後も行こうよ。最後の最後。うん。だってあと残り3番しかないんだよ。確かに確かに確かに。3連服やな。やっぱ当たりたいし。あ、でもそれでもすごいや。3連服割ってるんだ。でも20倍とかだったっすよ。確かさっきのやつ。一発回収してた。でも1レース目、2レース目、結構惜しかったっすから、徐々に近づいてきてますから、まあ、近づいてる。確かに。ってなってくると、もうここいらであるんじゃないかな。あ、来ました、ほら。あ、来ました。黄色濃い、黄色濃い。黄色濃い。黄色濃い。黄色、ここ、もうだから正直ここで、ここで決まるよ。ここで決まっちゃう。うん、決まっちゃうよ。6ちゃうんすかね。え、6? 6? 黄色は怖い。緑は6ちゃうんすか。緑は6。6強い。え、5は乗ってんの。え、5は5は5は来てる。5来てる。ほら5来てます。ほら5来てる。ほら5強いんだよ。ほらこれめっちゃ荒れてんじゃん。ほらめっちゃ荒れてます。え、これだいぶ荒れてる。めっちゃ荒れてる。あー、待ってられるんや。ここでこんなことになるんや。強いわ。ほら2 2 2 2 5 2 5 2 強い。2 5 2 5 1 2 5や。1だもん。無理やもん。1いや、1ありますね、これから。あと何周。あれ、だいぶ荒れてるぞ、これ、多分。だいぶ荒れてる。相当荒れてる。6、強え。イエーイ。え、2が強い。2が強い。2も強い。26、26。1、2、6をやっちゃった。1、2、6。あ、1が分かってきた。だから、ここがもし、1、2、6いったら、1、2、6いったら、59倍。59倍。荒れてるな。これ、多分相当荒れてるじゃん、これ。え、これ、まだあと1周っすよね。あと一周。261だ。1だもん。26刺さないと。261。ほら、組み方っすよ、ほら。1、2、6、これやってますもん。これ、まだ分からん。直やったら当たってんね、まだ。はい。ですね。これ、まだ分からん、まだ分からん、まだ分からん。黄色来るかもしれん。一番俺、ないって言った3番が。ほら、最後一番俺ないって言ってた最後。怒られますよ。怒られます。まず当てに行きましょうよ。確かに。一番良くない。さあ。最後。趣旨変わってるもん。最後当てようみたいな。あら、あ、26だ。261。261。261。惜しい。621。ちょっと待って。これ服やったらどうやったか聞きたい、逆に。261やけど、はい、これ3連服やったらどうなったか聞いた。ちょっと待ってください、ね、多分画面出るんで。出る？はい、最終オッズで出るんで。え、これ僕5めっちゃいいですね。5が意外と261。でも5めっちゃ良かったの最初。いや、で、さ、なんか4めっちゃいいって言ってましたよね、最初。4もいいみたいな、はい、うん、言ってた。うわ、え、すごっ。3連服、23倍なんで。23倍、はい。あー、これやっぱ服で買ってたら前回も今回も、はい、普通に20万20万当たってます。え、じゃあ服で買いましょう次。え、だからこれあれっすよ、261当ててたら今回300万ですよ。あれ300倍ですもん。え、もうだから300万がちょっともう見え目の前にあったんですよ今。やばっ。やばい。でもちゃんと入ったっすね。ちゃんと入ってる。選ばないんでしょこれ、多分知らんけど。すごい。しかもまあ3でも43円もんな。予想が4000円。 AI が、 AI なんか全然だから AI 全然外れてる。全然 AI で考えてください。これ本当大変失礼なこと言いますけど、3が1回も来てない。結局だからそれでね、なんか僕当たってますみたいな感じ出すのやめてください。これはでも当たってますって。3が3なんか2番とか来たら全然違いますけど、まあ、ちゃんとここ当たってるっていうことを証明したい。めくります。違うって、違う
違うんですよ、外れてるんだから。まあでも外れてますけど、でも企画としてはあれにしましょう。だからプクプクっていうやつ、あプクプクでいいか。階段ぞ、ラストね。ラスト、え、次ラストっすか。はい、絶対行きたい。プクで行こう、もうプクで。はい、ラストですけど56分から始まります。同じように色は順番通りです。はい、はい、まあ、もうこれはもうそれ通り出すしかないですよ。ちょっともう、はい、めくり方をちょっと変えます。え、ここに行って変えちゃうんですか。はい、逆に変えの方がいいそうしようかってんから今なんで変えるの。より鮮明に見るというだから最初からそれをやれってだからなんだよそれを。ね、よりこう何やねん、もう本気出しますみたいな最初から本気出す本気ですよ最初から。もうさ、してくださいよ。もちろん最初から本気ですよまあ、でもそうですね、このままいきましょう。はいはい、お茶ないんかい、タレントトレオって。おいお茶ないんかい、俺らタレントトレオってお茶買ってこいボケ。もう負けるとやっぱ精神がね、もうねちょっと怖い。タレントだよ、もう3つの一つないんかい。怖い怖い、またおかしいんかお前とこは。吉本舐めてんのか。やめてください。僕はいっちゃん詰めたやつ持ってこい。はい、じゃあ任しいっす。じゃあ、おい、いっちゃん詰めたやつ2本な。ほんで、アイスコーヒーもいります別で。あ、いや、すいません。じゃあ、水2つ、アイスコーヒー2つ。いっちゃん、キンキン引いてるって。アイスコーヒーはもう勘でいいっす。最悪な、最悪な。でもズル、楽すんなよ。もしちゃんと出来立てのやつがあったら持ってこいよ。時間かかっちゃうの大丈夫ですか。走れってだからお前は走れよ。すいません本当に。それでこっちはもうやっとくから、はい、うん、すいません走れって行きましょう行きましょう。怖いです。いやいやいいです、あのぐらいやらないとマネージャーは。本当ですか。自衛隊すぎ、自衛隊すぎ。いいマネージャーあのぐらいやらないと。そうなんですか。だってカジサックさんのところのマネージャーなんか、カジサックさんがご飯食べてる間ずっと隅っこで立ってますもん木島くんっていう吉本のマネージャーめっちゃできる子なんですよ。カジサックさんの前ではご飯食べれません、失礼すぎてみたいな。そうなんですか。そうなんですよ。あ、じゃあもうだいぶもう立ててガッツリ。いやもう多分本人はそうやって言ってますけど、多分あれカジサックがうるさいだけですよ。何、あ、もう僕はもうカジサックさんとはもうよかった俺画角映ってなくて。こんなやり方か。次行きましょう、次行きましょう。楽しみやな。いや惜しいんですよずっと。楽しみやな、マジで悔しい。楽しみやな。ラストレース、ラストレース、はい、9レース目、9レース目を行きます。はい、いやここです。これは楽しみやな。でも最後の最後で6入れたじゃないですか、気になって。ちょっと気になりました。はい、最終決戦だってあれ300倍っすよ、やばいっすよ。だから何十万、え、あれプクで買ってもとんでもないですよ。プクで買ってたら、20何倍ってことだったんで、まあ、でも一気に下がるっすけど、それでもでかいっすよ。1万円がってことですから、はい、でかいっすよシンプルに。いやだから大外れはないんすよ。いやいやいや、いやほんまにそうです、ほんまにそうです。こう確認したいんですよ。で僕らがそのドーンって絵を撮りたがってるんで、はい、3年単で買ってるだけで、はい、プクで勝ってたらそもそも2回目と3回目当たってましたから。でアンパイで当たっちゃってるんですよ。いやそうそうそう、普通にもう勝ち越してます40〜50万。でもそんなダサいことしてないじゃないですか今してないです。でも最後はプクなんで結局は一緒です。最後はプクしましょうプクで走っちゃう、えぐいなこれ全然違う。そうね、それもあるんですよそれもあるんですよ。プクなんかあのハードル下げてそう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 、全く違うとこ行ったらめちゃくちゃ言うの。いや難しいんですよ。1、2、3はね当たってますからね、はい、3万でしたね最後、最後3万なんで3パターンなのか、まあ別に金的には6000ありますから。あ、いや、お願いします。本当に絶対に当てた、お願いします。はい、ここやね、せっかくラファエルさんにこれ連れてきてもらってるんで。いや、いや、ありがとうございます本当に、本当にありがとうございます、はい、ここ絶対当てたい。うわー、力だいぶ力入れてますね。最初からそれやれよ、だから最初の時もなんでやらんかった最初。はいはい、ほう、それまた違うと。じゃあ最初の前田さん。はい、前田さんからいきます。そうですね、はい、ほう。で、この太一さん。はいはい、太一さん。次、水原様。はい、はい、今泉さん。はいはい、次、ゆうこさん。はい、ゆうこさん、女性。岡部さん。はい、はい、まずは一旦これ出ました。前田さんいいですね。前田さんいい、1位です。あ、そうなんですか。いいです、はい、でも2枚目がありますからね。めくります。はい、はい、おい、おい、はい、おー、はい、おー、
はい、出ました。もうこれどうなんですか。正直、はい、ぶっちゃけ結構これは分かりやすいかもしれません。え、あ、今までの団子じゃなくて分かりやすいです。え、自信ありますか。まあ、まず、はい、いいなと思ったのは、はい、まず1、ほう、1番目、はい、4番目、はい、はいはい、14強い、はい、でここもいいな。でもこの太一さんが、いい、はい、これですっていうね、死神のカードなんですよ。なんであかんやん。でもね、太一さんね、このレースで覚醒すると思います、はい、なんでなんですか。このレースなんでなんですか。はい、多分自分の、はい、やりながら多分このあるじゃないですか、ジャンプの主人公が戦いながら成長していくみたいな、はい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 、大革命をしていく可能性で、僕1、2、4、ここかなと思います。でもね、お、3も捨てがたい、3もでかい。じゃあまずはこのここで決めたいです。ここで決めて、で5、6はちなみにですけど、5、6はまあ一番、ごめんなさい、正直ないのが、はい、5、ない、5ないです。もう5はごめんなさい、ないです。そうなんだ。さっきの3みたいな感じです。怒られるんで、誰、今回5誰や。ゆうこさん、ゆうこさん、まあ、あんま名前もちょっとやるんですけど、そのちょっとリアクションの、ごめんなさい、本当にすいません。これね、おもろいのが、本当にすいません、おもろいのがね、はい、そのレーサーたちも今後占いを事前に頼る可能性ありますよね。いやいや、それは もうプロですから。いやいやいや、もう頼り出したのもおしまいですけど。でもその一応タロットのままでいいですから。おしまいって言うなや。いやでも頼ってくれたら嬉しいですけど、でも4はちょっとカード的にはしんどそうだな。で6もあんまりかなってので、5、6は分かりやすい、そういう意味ね、ここで分かりやすい、5、6そんなだな、はい、でなんでもう決めやすいですね、ここで、もう1、ここで、あとはもう服なんで、あとは決めるだけです。でも僕は3ですからね、選ぶのがその中で、はい、そっか、4ないのか、4はないんですよ。4あったらもう正直取れちゃう。ないね、ない、ない話をすんなよ、取れちゃう、ない、ないから。いやでも強いなー。うわー、で1はもう決まってます。いや4もいいね、4もいい、3もいい、どっちかを落とさないとダメっていうことなん、まあまあそういうわけじゃないですかね、まあ何パターン、3パターン変えますから、はい、まあ、じゃあ頂上決戦やりましょうか。やりましょう、それ絶対やりましょう。いや、さっきそれで最後に6が来たんで、はい、うまいな、これ水に見えるか、はい、な、いや、え、ウーロン茶って言いませんでしょ。お前やばいな、やばいな。いや、でも美味しいよ。でもそう、ウーロン茶って言いませんでしょ。全然飲んでへん、ほら。いやでも、いや僕は美味しいですよ、普通に。やばない、ありがたい、全然、全然、お前やばいね、やっぱ水、ほんとすよね。いやいや、僕はありがたいです、ほんと買ってきて。え、お水って言いました、ね、言ったってもうええね、そんなん、やりましょう。お水とは確かに言ってました。じゃあ、水2つ、アイスコーヒー2つ。それはすいません。買ってきていただいてありがたいですけど、お水とは言ってました。うわ、バッテリーも途中切れるし。見とけよ。はい、はい、先ほど言いましたが、はい、改めて言いますと、1、4、はい、強いです。へ、で、そっからもう一人を2にするか3にするかです。はい、はい、そうですね。ここどうするかっていうところで今迷ってます。いやー、どっちもいいなー、これ。1、4強いねー。バランスいいっすね。1と4、ちなみにどっちが強いとかっていうのは1ですか。1の方がバランスいいかなみたいな。服やからもう関係ないんか、順番なんか。何通りもクソもないのかな。まあ、ないっすね。そうですね。なんで、ここは。じゃあ、最後。まあ、でもまあ、ちょっと、まあ、尖るって言うなら、前半1強、後半の1、4。なんで4が僕1着な感じ、うん、でも2の革命、はい、2のあの方が自分のプライド捨てて、はい、なんか自分のやり方、はい、こだわりを捨てて、はい、がむしゃらにやる姿が見えるんですよ、はい、僕2入るんじゃないかなと。だから1、2、4、さっきその言い方で6来たからな。まあ確かに、これめっちゃいいです。でもここも強いんですよね。3もいいんですよね。この戦車カードで後半の追い上げ、ここもありそうなんですよ。まあでももうこれで終わりですよ。あ、そうっすね。ブクブクで。あ、ブクブクで単発1個だけ買います。正直もうここごめんなさい、もう当たります。すいません。どこすんの。え、もうブクブクだったらごめんなさい、もう当たります。412、413、もうおめでとうございます。頑張りました。もう回収です。今までで回収かどうかわからない。今から毎日見ないと。もうおめでとうございます。もうここも当たるんで、ブクなんで。なるほど。言ってください、最初からブクあるんだから。ブクって単語初めて聞きました。まずブクって1.5 倍とかする。え、それ1.5 倍とかする。ちょっと待って、1.5 倍ってことは、さっき20倍とかじゃん。さっきのレースやったら20倍です。さっきのはだからだいぶ攻めてたんですかね。あ、だいぶ攻めてたんですか。だいぶ攻めてたんです。え、じゃあこれって結構じゃベタってことですか。ベタですね。ベタかい。え、ごめん、整理するよ。412、僕やったら
1.5 です。 1.5 で、413は10.4。あら、あー、じゃあ413は413でいきましょう。これは服でいきましょう。413を服でいくと。で、10倍ね。単発であと2本買いましょうよ、じゃあ。そうですね。その時に順番決めないとダメなんですよ、そうなると。そうですね。頂上決戦します。さっきの。で、これはもう56も入れます。はい、僕ないと思うんですけど。はい、はい、めくちゃいます。これ言うて何時かな。56本。ほう、はい、はい、ほう、はい、はい、ほう、はい、はい、はい、ほう、はい、はい、ほう、まあ、やっぱ4強いな。やっぱ4は絶対入りそうだな。じゃあ単発でいく場合に4頭でいく。4強いで、6もあるかもなってちょっと思いました。あ、そ、ここに来て、ここに来て6でも6もまあまあまあ、4を絶対入れたい。で、2も入れたいですね。4と2、4頭どっちですかね。4頭でいきましょう。426どうですか。426、3連単ですね。これ単と僕両方見たい。426何倍プク。426プク。426やったら、単やったら93倍です、ね。うん、で、プクは34倍です、ね。プクでも、はい、426、はい、じゃあ、プク、はい、今のところは。え、これ実際僕、その1と4強いって言ったんですけど、これってどうなんですか。いいんですか、オッズとして。14が多分一番いいですね、倍率。3も良くないですか。3とか2とかもいいですか。まあまあ、まあ、3と2良いです。で、56あんまなくないですか。56あんまなくない。ほら、これマジこれ知らないですからね、はい、本当にカードのまんま言いましたから。絶対ないの当てるんよ。絶対ないの当てるっていう企画にしてください。取り直すの嫌やって。オープニングで直すの。編集めっちゃ大変ですよ、これ。それ、してプクも皆さん狙ってください。426でプクで34倍、413でプクで10倍。で、あと何ですか、あと1個。ガチガチいきましょうか、ちょっと。はい。ガチガチのやつ。41。待ってください、はい、1と4どっち行くか。だからもう確実狙いでいきましょうか。はい、もう確実、もうちょっと慣れてきました、はい、ボートレースの。確かに、はい、もう4レース目ですから。もうごめんなさい、タロット行けなしでも慣れてきました。ちょっと正直言ってごめんなさい、タロットちょっとなしにすんなよ。タロット企画だ、企画主観ちょっと入ってきますけど。いやいや、主観ダメでしょ。ちょっと入ってきますけど、そのね、なんか見方レースのこの、はいはい、多分ここも強いと思う。ただの予想になるやつ。ただの予想になっちゃいますけど、これも加味させてください。はい、単発だったら、はい、そうそしたら、ラファエルさんどうですか。41入れないとダメですよね。入れないといけないですよね。はい、だから3番目に来るのは何かになりますけど。そうですよね。今の感じはどうだけど、413、413を単発でいく。いや、412にしてください、単発だったら。412単やったら21倍です。じゃあこれ単でいこうか。これ単でいいんじゃないですか。21倍ね、単ね。だから41はもう変わらないですよ。はい、OK、じゃあこれで買いましょう。はい、ブクブク単で OK です。はい、これはせやかな。ここで決めて気持ちよく買いましょう。そうですね、はい、一応ね、ちなみに言うと413来ても、はい、服だから10倍なんで、あの負けは負けなんですよね。あ、負けちゃう。今日のお金で言うと、まあ、服なんで、はいはいはい、まあ、でもあのそれ以外のやつは当たったら、まあそうですね、戻ってくる。34倍なんで、で、はい、最後がタンなんで、これ、はい、これがエグいっす。これあーでも21倍か、うん、じゃあこれ硬いんですけど21倍だから、でかいのはこの246のプクなんで、はい、246もね結構いいと思うんですよね。でも1も強いと思うんですよね。さあ来い、最後これ絶対いるぞ。これは絶対いきましょう。これは回収したいよ。さあ、おわ、気合入ってる。さっきなんか緩い人見たんですよ。気合入ってるわ。ちょっとハマりそう、オートレース。確かに、そうっすね。普通にめっちゃ楽しいっすね。なんか競輪とかの中でも数が一番少ないから、割と当てやすいってなってる時。はい、競馬とか多くないと。確かに、見やすいっすね、めっちゃ。なんか競馬とかって好きな人って、なんか、はい、もう馬の血統から見るみたいな。はい、子供言いますよね。子供の成長から見守るみたいな。なんかあるんですかね、ボートレースってなんかそういう、はい、エンジンとかなんか若干ちょっと違うみたいなあるんですかね。完全に運転技術のみなんですか。うまく言ったらその走ってる波のところどこ走るかとかあるじゃないですか。ああ、ここの。さあ始まるよ。注目は4と1。はい。426。青色ね。青色ね。はい、青。青黒。青黒緑。はいはい。おお、ほら。混戦。あー、ここやね、どうなる。ここどうなる、どうなんのこれ。はい、来い、はい、はい、どうですか。何番ちょっとわかんないですね。ちょっとまだわかんないです。4が、4と1が強いよっていう。1、2、赤色は3だ。3 あ、あるよ、3あるよ、ほら、1、3、4あるから。あるぞ、あるよ、全然。え、青って4じゃないの。
青4ですよ、青が4。あれこれあるぞ。1が強い、1強いな。1、2、3。この3のところに4が来たら、はい、あるっすよ。見てください、僕一番ない、5ないって言いました。5がまだビリです。5ない。うわ、はい、これ逃げられるか。1、2、3はないぞ。ここ4と入れ替えらないとダメなんだけど、はい、ここで4とで4が今ちょっと6か、4が今ちょっといかれてるな。2、4、6でもいいんやけど、これ味方シルクで勝ってるからなんか味方がなれへんな。あーでもこれ順位変わらずか。おい、接触した、接触した、来い来い来い。4と6が接触したな。1、2、この3のところを、3が4が来たらいいですね。そうでも1、2できてるもんね。1、2できちゃうな、これ。1、2できちゃってるもんな、これ最終やもんね。うわうわ、これむずいな。1、2できちゃってるな。4がどうだ。1、2強い、1、2はもうこれ無理だ。1、2、4やもん、これだから行かれちゃう。勝ってない、1、2、4は勝ってないもん。1、2、4ってこれ、服やったらそういうことか。でも1、確かに1分何倍やもんな、それと。1、3、あ、4来た、4来い、負け4、1、2、3、めちゃくちゃオーソドックスな1、2、3、終わったな。うわうわ1、2、3、1、2、3。これ服にしたらあれっすよ、見え方悪いっすよ、服で外したら。もう間違いない。なんでだよ。あーくそーくっそー、難しいっすね、マジで。服で外したらこれマジで、マジだから。あ、でも28倍か。服で外したらマジだから。本当に当たんない人だよ。占い関係ない言ってましたもんね。占い関係ない。そうそう、ほんまにほんまに趣旨入ってますよね。自分の主観入ってます。で、主観入っちゃうと外れるんだ。いや多分ね、もうさん、あとないねんから。もうこれでも服で買ってたら14枚だす。1、2、3で買ってたら1、2、3ね、はい、まあ、もう2、3ないもんだって、こっちもう1、2、3。うわ、1、2、3。これちなみにおさらいですけど、1、2、3やった場合に、はい、どうなんで、これ今更ですけど。今更、ごめんなさい、今更ですけど、1、2、3も全然僕ありますから。あるんだ。最初もちろん1、4倍最初いいって言ってて、はい、次2、3もいいですって言ってたんですよ。確かに確かに、はい、で3も、まあ、もちろんいい。だからこっちのどっちかから、ここがいいって言っちゃったから、どうしてもここ入れちゃったんですか、ね、ここどうしても入れちゃった、うん。4もいいなみたいな。でも1も安定感あっていいなみたいな、はい、結局1と4どっちかで1いっちゃいましたけど、ね、でも2が革命を起こしていきました、うん、だからもう言ってましたね、革命を起こす、そう、革命を起こしていくって言ってて、でここも、まあ、もちろんいい戦車カード。でここの順番ミス、1、2、4なん、1、2、4なんだ。だからやっぱりここの順番ミスです。ここの順番ミスなんですよ。占いは出ますみたいな言い方やめてくださいよ。一応外れたんですから、これも外れましたけど、おー、外れました。だからこれ6、5、6、5、4。あと最後見てください、最下位何番ですか。5ですよね。5割ってますからね。趣旨が違うんやって。いや、これはね、ほんまあね、で惜しいとこまでいけるんですよ、占いで、マジで。これでもすいません。いやいやいや、でもまあまあ面白かったですよ。悔しい、惜しいところに行きましたね。またやりたいですね、リベンジ。うん、これまたやりたい。え、いくらってこと。4万、11万、1万の12万ね。1レース1万から。あ、そうですね、続けてたらいけそうやねんけど、そういうことじゃないんかな。まあ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 、まあ、それ沼にはまっちゃうタイプじゃないですか。悔しいな、これ。ほんとギャンブルの相性もあるかもしれないんで、はい、あと、そうですね、ちなみにあと、はい、ごめんなさい、もうそもそものなんですけど、はいはい、ギャンブルやっちゃダメです、占いは。これだけ言いたいです。ギャンブルやっちゃダメ。でも僕はもうそこ腰開けてこうさせていただきましたけども、今回あれやりたいよ。だからまあ日本ではカジノあれやけど、はい、なんかハイローできないですよね。ないもんね、日本は。それが確かにハイロー、あのかなとか赤く黒かみたいな。ああ、はいはいはい。何通りってしんどいでしょ。何通りはまあ、まあ、組み方がちょっと分かってないだから俺らがこのゲームを。ああ、確かに。これ競馬やっても競輪やっても一緒よ。悔しい。これ 1、2、3、4が意外と。いやいやいや、これ、まあ、ぜひあの相方さんもなんか練習できるということで、相方さんが。いや、相方の方がもうすごいですよ、もう僕なんかよりも。相方の方がもうガチガチです。霊視ができて、はい、人のオーラが見えて、生き量何体ついてるか、どんな人がついてるか見えるっていう。すごい。除霊とかは言ってできないですけど、生き量何体ついてますではって言って、あの帰っていく。気持ち悪い。あとは気持ち悪いな。こういう人です、こういう人ですみたいななって、そこから
僕がこう占うとか。いや、ありました。いや、すいません、本当に。ありました。ということでね、また公営ゲームもね、気になる方は、来てもらえば、はい、僕は平和島ですけど。あー、でもなんか巻き返したいですね。いや、悔しい、なんか本当に。まあ、いいわ、もう。帰りますか。僕もちょっと個人的に残ってやります一人で。ただのギャンブラーや。悔しい。でもまあ占いは本当に当たりますから。はい、いや占いはほんまにほんまに。ほんまに。でもナオさんでもどうですか、ナオさん占いあんまり信じてなさそうな感じですけど、この今の全部一応外れはしましたけど。僕はでもリアルに。リアルに、はい、真面目な話。はい。組み方違ったら全然いけてたし、ルール分かってたら宿で回収全然してたから。でそのテンション感でやったら4連戦もまた見え方違うから。確かに。違う結果が全然出てたと思う。そういう意味では信じてます。あります。リアルに。あります。で毎回これでやったい。分からん。確かに確かに。あとマジで詳しい人一人いればなんか組み替え。そうそうそう。マジ詳しい人一人おった方がいいね。絶対に。それは。次リベンジしましょう。確かに。でも詳しい人一人いたら、はい、あんまいらないかもしれないですね。僕だからその本当に。あでも意見がね。意見がね。あでもまあこういう感じですよみたいな。うん、まあその前こう組んだ方がいいかもっていう意見が、はい。確かにダブルでこう攻める方が、はい、いいかもしれないです、ね。確かに。だったら競馬とかの方がまだいいのかな。どうなんだろう。ドーンっていく、その100倍とかって1万円が100万円とか知れてるというかさ、はい、1000万なんとかおもろい思うもんね。確かに。なんか100万ってなんかまあまあよく出てる数字じゃないですか。なんかイメージ的に言うと、うん、そうですね、こうギャンブルとかは。え、でも10万かけたらそれでじゃあ100倍でってなるの、うん、そういうことじゃないよ。おっつ変わってくるもんな。決めた話が1億かけとかでいけんの、100倍とか100億とか。そういうわけじゃないやつ。その分おっつは下がるっす。だいぶ下がるもんな。最終おっつバーンって変わるもんな、おっつが。はい、最終オッズがギリギリまでみんなのかけた額でだいぶ変わるんで、あはははで以上かけたから100倍になるってわけじゃないですね。まあまあまあ帰りましょう、まあ、そうですね、ありがとうございました。本当にいやいや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。 Are we living in a fiction? Do we know what is right or not? Are we victims? Take it up, all the fake news get us friction between the right and wrong. We don't even know the answer. Are we livingAre we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all just in a fake box? Are we living in a fiction?